ゲルマン・ラロー氏、1891年、ゲルマン・アブグストビチ・ラロー氏は、ロシアの音楽教師、音楽評論家。1862年に設立された、サンクトペテルブルク音楽院の2期目の卒業生であり、1期のピョートル・チャイコフスキー同様、卒業後は、モスクワ音楽院に迎えられて、教鞭をとり、1872年から1879年にかけては、サンクトペテルブルク音楽院でも音楽理論を教えた。ラロー氏は、専門的訓練を受けたロシア最初の音楽批評家であり、それまでロシアの音楽批評の主流となっていた、アレクサンドル・セローフやウラディーミル・スターソフ、ツェーザリ・キュイらの論争的性格とは異なる、幅広い教養と具体的な分析に裏付けられた批評を展開した。ラロー氏は、ロシア音楽の保守的潮流に属しており、アントン・ルビンシュテインが確立したロシアのアカデミズムを擁護して、ミリー・バラキレフらが形成するロシア国民学派と対立した。チャイコフスキーがバラキレフの勧めに従って、幻想組曲、ロメオとジュリエットを作曲した時には、ラロー氏はチャイコフスキーに対して、もう一度古典的な作品に立ち戻るように忠告している。一方で、1873年に、モデスト・ムソルグスキーのオペラ、ボリス・ゴドゥノフが部分的に初演された時は、ラロー氏は力強い一団への一貫した反対者でありながら、驚異的な事件として好意的に評した。また、同じ保守陣営にあった音楽批評家アレクサンドル・ファミンツィンに対しては、その過度な保守性を批判している。代表的論文に、グリンカとロシア音楽史におけるその意義がある。また当時ウィーンで活躍し、古典派音楽の形式美や絶対音楽を商用した音楽評論家、エドゥアルト・ハンスリックの著書、音楽美論の翻訳者でもある。ありがとうございます。